犬井まり子は、朝日放送テレビ所属のアナウンサー。兵庫県宝塚市の出身で、身長156センチメートル、靴サイズ23センチメートル、A 型。小林精神女子学院小学校、中学校、高等学校から、精神女子大学文学部哲学会進学。高校時代には、陸上競技愛好会に所属していた。その一方で、 1998年1月期に放送されていたフジテレビ系のテレビドラマであるニュースの女を見たことをきっかけにアナウンサーを志したという。ちなみに朝日放送テレビアナウンサーの沢田うなり系は同局及び小中学校での後輩にあたる。2006年にアナウンサーとして朝日放送へ入社すると同年6月1日に番組デビュー。以降はニュースゆの サブキャスターや、グルリン、瀬戸内近畿地方、徳島県担当リポーターなど、朝日放送テレビの報道、情報系番組を中心に出演している。朝日放送ラジオでは、生ワイド番組の、全力投球。瀬尾和夫です。ドッキリ。はっきり。三代、沢浩二ですで中継リポーターを務めていた。 2010年3月29日から2014年3月28日までは、後輩アナウンサー、横山大地とともに、おはようコール ABC のメインキャスターを担当。2014年3月31日からは、朝日放送ラジオが4年9ヶ月ぶりに復活させた、自社制作の生放送番組、よなよなの月曜日でメインパーソナリティ、 森脇健治のアシスタントを務めた2015年4月から2017年8月6日まではおはようコール ABC のメインキャスターに就任した後輩アナウンサー、斉藤まみの後任として教えてニュースライブ正義の味方のアシスタントも担当していた。ちなみに朝日放送ラジオの生放送番組へ本格的に出演するのはよなよなの月曜日が初めてであった。 この出演を機に、2014年度のナイターオフ期間からは、犬井マリコのボンボンラジオ、シリーズのパーソナリティも担当している。朝日放送ラジオラジオ大阪、毎日放送のラジオの在反民放ラジオ3局が、FM 補完放送を開始する2016年からは、朝日放送代表のワイド FM 大使として、毎日放送やラジオ大阪のレギュラー番組3局 共同制作の番組及び関連イベントに出演。同年の4月開編からは、道上洋蔵の健康道場で、後輩アナウンサーの川添加穂に代わって、筆頭文化生を務めた。ニックネームは、犬ヌ,ヌ。針金モールでマスコットを作る特技を持っている。その一方で、よなよな、で森脇と共演していた縁で、31歳の誕生日に、 森脇健治陸上部の女子部へ入部した。2016年5月9日に一般男性との結婚、2017年6月5日に第一子の解任をよなよなで発表した。2017年10月から一度目の3前3 5休暇に入った後に第一子の出産を経て、2019年4月1日付でアナウンサーとして復帰した。復帰後は定時ニュースを 主に担当していたが、第2子を解任したため、2019年の9月中旬から2度目の3003号休暇中。以下の番組には、ワイド FM 大使として出演。以下はいずれも、ワイド FM 大使として出演した毎日放送の、ラジオラジオ、大阪制作の番組や、両局との共同制作による特別番組。ありがとうございます。